はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルウプヌシのピオトです。さあということで今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。ということで今回もやっていくのはこちらです。ムニエル海洋発電所にて銀モデラー、バリアブルローラー、クーゲルシュライバー、ラピッドブラスターでやっていきましょう。それではスタートです。さあ前回はボロボロに負けたという感じでございました。結果としてはプラスマイナスゼロ、第1ウェブ負けだったり第3ウェブ負けだったり第3ウェブ勝ちだったりいろいろがあった結果プラスゼロとなっております。銀モデがいる中、ましてやムニエール海洋発電所とかいうむちゃくちゃ簡単なステージの中でねこの結果なので、まあ結果としてはかなり調子が悪かったということになります。全体的にね、味方とか僕とか全体的なデスが多か銀モデラーだー話してる最中に銀モデで遮って申し訳ねえよ、ぶねえよ、普通に死ぬ。まあということでね、今回の目標、まあまあ当然の話なんですが、デス少なめで立ち回りたいと思います。あとは味方の復活をね、ぶっちゃけ納品23だったら違うわ、銀モデ持っちゃったせいで今すげえ炭酸ボムの動き方したな。よいしょ、いった、なんで上にいるんだ。ナイスイーン、違う、マジで感覚が銀モデになってる。やべえ、ボム投げるときに炭酸ボムの感覚でめちゃくちゃピョンピョンする。さっきまで使ってた弊害でございますわな。よいしょ、あっ、おっ、やべ、さすがにこれはどうにもできないね。よっ、おう、うまっ、ナイスラピッド、うまいよ。これどうする、納品が死ぬほど少ねえ。あーっと、動き出した鉄板に当たってその後にコウモリのダメージか。ありがとう、オッケー。まずい、いや待って、向こうの人デスりすぎだろ。待て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 、よいしょ、危なすぎる。おい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 、嘘だろ。くそー、デスりすぎた。待って、どんだけあの端っこでデスってる人いんの、おかしくない。いや、1デスした僕が言えたもんじゃないが、なんか最後の最後の瞬間ももう一人生きてればなんとでもなったぞ。待てい、待てい、ゼロ納品で2デスしてる輩がいるんだが、おかしいな、おかしいな。ついついちょっと口調荒めで突っ込んでしまったじゃないですか。待てい、負けが多いな、しゃあねえと思う。うん、ぶっちゃけぶっちゃけ、まあ私の動きが最良だったかと言われたらそれも違うとは思うが、ゼロのせめて納品をしてくれ。デスりやすいと思ったらむしろボム投げ牽制とかでなんとかするくらいにしてほしいがな。まあクゲにそれさられると結構厳しい面もありますが、うむ、ツッコミどころが尽きねえですね。クゲぶっちゃけそんなにさ、まあ通常マッチは使いづらいけど、そんなにサモランにおいては使いづらい武器じゃないと思うけどね。特殊ウェーブ完結戦、おっとこっちだ。私は慣れてないから単射程のやつしか使わないけどさ、基本それだけで言ってもただボールドマーカーと同じ感じでは使えるからね。そう、逆に言うとまあちょっと扱いの特殊化したボールドマーカーみたいな認識でいいと思うんだわ。これはどこにいるかな、あと登りきれてない。まあここはさすがにいけるでしょ。 なんでここに落ちてんだ。あー奥っぽいね、ここ。おっと、それだね、確定。あ、こっち側来るね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、待たれよ。オッケー、ナイス。とりあえずは
ある程度はこれでなんとかできるか。あー、ここは違うな。速攻かい。おっと、残り30数秒だから早いこと見つけないとまずいっすよ。あ、奥、一番奥じゃないこれ。あれっぽいね。いやですよね、向き的にはここ通るときにもう一個入れれば。いや、てか持ってるその一つ入れてくれ。待てさも当然のように。はい、ありがとう、ナイス、足りたよ。ぶっちゃけもうあとはどれだけやろうが自己満でしかないぜ。濡れ濡れ、周り塗ってけ、どんどん。いやツッコミどころが多い。まあ別にあれは優先とか関係あんまないから余裕持って間に合うからいいんだけどさ。まあ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 、今回の私はツッコミ体質になってますな。私もツッコミを自分で自分に入れないように頑張りたいですね。変な動きをしないように気をつけたいもの。さあ、まず出てきたのはダイバー。あー、そんなこと言ってられる場合じゃない。鉄球、おーおー、鉄球いるよ。ほい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 、オッケー。これ鉄板も来てんね。はいはい、危ない危ね。もうここはしゃあない。私は一人でなんとかするしかねえな。これはもう私一人じゃどうにもできる範囲を超えている。片翼削ったから許してちょ。いやあ、危ねえ。あと4つだったらなんとかかわしながらいけるだろう。よいしょ、やばい、雨降らし。あと十数秒生きろ。ありがとう、ナイス。あとは遠くへ逃げれば OK。 遠くへ遠くへ逃げれば OK ですね途中で変なボカロ曲を混ぜようとするなし。何かしらを歌おうと。さっきまで動画編集しながら大声で歌ってたからその弊害が出てますということで最後バリアブルローラー、こちら側モグラ。私っぽいね狙い、合ってんね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。オッケーオッケーオッケー、えいえい、危なっ。そーれそーらー、ほっ、せーのー、はい。あら、それは降らせないよ。あっ、ぶねー。ちょっと坂をミスったぜ。どーれどーれ、よいしょよいしょ、オッケー、ナイスダイバー。あ、やばい、オッケー、トン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 、暇な音。ミスったか。そう、よいしょ、雑魚的に縦振りしちゃってよ、ついつい。今のするつもりはなんかじーってて、あーそこにあった段差に引っかかったのか、これ。マジか、やっちゃったな。よし、 OK、 どーれ、痛い痛いです。ナイス、来るよー。みんなこれを音でさせるって言うんだけど私させないんだよ。クローム、あー
私これをね、音で刺す、なんか刺してる時と刺せない時がある。ちょっと音変じゃねって思った時に出てこないし、いいよねって安心してた時に出てくる。オッケー、ナイス。最後の最後で私がこれを弾いていけるとは、もう嬉しさ、嬉しさ 100% ですよ。勇気 100% みたいに言ってしまった。だーだだだだだ、いやと言っても火力低いからあんまりやる必要ねえな。オッケー、オッケー、ほっ、おー、どーんどーんどーん、ほっ、あ、ダメです、これ中心部の方が火力としては補強できるだろう。あ、これダメでーす。いやー、これダメでーす。届くよ、あれ。あ、届かねえね。ほっ、よいしょ、はい、頑張れ。オッケー、おっと、まずい、あっぶねえ、おっ、あっぶねえ、くっ、おっ、よいしょ、オッケー、まあ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 、しゃあない、まあこれに関してはしゃあないね。まあとりあえず第3ウェーブクリアできたっていうことだけを。脇とね、脇と運とかも絡まってくるから、今回クリアを、そもそも第3ウェーブのクリアをまあ祝いましょう。ということでナイス勝利。まあ納品は一応いい感じにできてますね。銅鱗6個、まあ一応お頭ゲージを使えたってだけでいいとしましょうか。よいしょ、お、全員継続、いなくなる、おお、継続だ、オッケーオッケー、今のメンバーでいけるのはありがたいですね。一応クリアしたメンバーだし、さあ次も行きましょう、頑張りましょう。さあ、ギモデラー、ナイス。さあ、特殊、あ、特殊か、何来るかな、キリ、あー、爆弾いるね、あ、やべ、範囲内入っちゃった。あんまり壁とかが塗られてないの気になるよな。何発か当たった、ナイス、ほっ、よいしょ、わっ、わっと、サンセットで来るんじゃないよ。はい、オッケー、よいしょ、はい、ほっとっと、ほっ、オッケー、いいよ、危ねえ、爆弾ここにいるのか、いや、おいおいおい、行けばよ、殴られた、ああ早い、危ねえ、危ねえ、ひぃ、あと3つ、ほっ、いや間に合う、余裕のよっちゃん、そうね、オッケー、くそっ、ダウン、おらナイス、あー、げぐ、えぐいよ、最後の逃げ、あ、カモン、こっちだわ、
りあえずここを塗りつつ、お間に合うかな、塗れた、オッケー間に合った、えらい。ここよいしょ、痛いね、ない、あー惜しい、ブーノおらよー、おらよー、オッケー、もう入れちゃうか、まあいいでしょう、どうせー、やばい、おっと危ね、でもそれはダメです、よいしょ、いや片方の音するな、狭いよ、いやうまくないわ、奥の柱を狙って、柱じゃねえ、タワー狙ってくれ、いや、怖え、あ、この段階でそれ持ってかれるとまずい、おい、殺せ、ふっ、ゃギリギリ一応第3ウェーブまでこぎつけた、オッケー、危ねえあの状況僕よくデスらなかったな、満潮一気に天変地異レベルよ、海のやつがこんなに変わるなんて、それとも気づいてないけどバイトがやってる時間もうめちゃくちゃ長いんじゃないの、よいしょ、ほう、側面入った、うまいおっと隠れてたか、そっちのパタパはやってくれるはずと信じましょう、やれてねえな、おっおっ、大丈夫、イカロールミスったけど大丈夫、私は無事です、ふっ、よいしょ、あぶねえ、こオッケー、オッケー、時間に余裕あるよ、ふん、よいしょ、おい、えい、最悪なとこ入った、クゲ残ってんのそこだろ、しかも最悪だこれ、あムッカツさせるためにやべえとか入ったわ、もう誰もスペシャル残ってないのかこれ、いやー2つ残ってる人いるな、ゲームまで持ってる人使え、なんだったんだよスペシャル、え絶対使うべきじゃん、今の2つ残ってるぞ、今銀モデ持ってた人、最後にどのスペシャルでもあの盤面だったら強烈だぞ、まあ、唯一カニタンクか、いやカニタンクもありだろ、今回の場合だったら全スペシャルありだと思うが、いやでも僕も焦ったな、救出のところで焦って投げたボムの部分でもう一人の人がね、復活させた、先に復活させた人が今救助しに行ってたのが、後から救出さしに行ったこっちの盤面で後から気づいたけど、その時にはもう僕が鍋蓋から降りちゃってた、あそこで3人一気に出すったのはマジで悪手だった、いやーマジか、やっちまったなーマジで、うーん、まあ反省ですねこれは。
焦らずにって言いたいとこだけど、あの2デスの盤面で行きたくなるよねって、いやまあスペシャル見て残ってた人のスペシャル見て、これで着地とか帝王とかだったらちょっと怒るよもうな、本当にどのスペシャルでもうまくやれて、唯一まあカニタンクが使用しぶるかなぐらいだけどさ、サメは僕持ってたからサメは絶対違うし、何だったんでしょうね、知りてー。ここじゃ見れないからね、どうやっても見たい。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんはスペシャル忘れずに使いましょう。それではじゃねー。